はい、では行きましょう。因数分解の数の計算への利用ですね。どういう問題かっていうと、工夫して次の計算をせよ。こういう問題とかこういう問題をただ単に計算するんじゃなくて、工夫してね、楽にできるよっていう問題ですね。で、この問題もね、今実際こうやってできるようになりたいという気持ちでね、この動画を自主的に見てるね、素晴らしい、本当に積極的なね、皆さんなら絶対に慣れればできるようになると思います。で、慣れるためにはね、やり方を知って練習する、それが必要ですよね。なんでね、まず初めにこれのやり方を知っていきましょう。で、こういう計算の工夫で使うのは、因数分解でよく使うのは2つあるんですね。まず1つ目、この AB 足す AC。これどういう風に因数分解するんでしたっけ？覚えてますか？っていうと、これ見て、あって思うんですね。あ、A2 つある。これくくれるやんって思うんですね。A でくくったらこれどうなるんでしたっけっていうと、A カッコの B プラス C っていう風になりましたよね。これを計算、実際の計算にも使えるよっていうことなんです。ちょっと見てみましょうね。例えばこれ見てください。33×117-33×17 っていうのがあるとする。これ見た時に、あって思うんですね。あ、これ33一緒やって。ほんならこれ33でくくれますよね。つまり前に33出して、で、くくったらどうなりますか？中身は、これ展開想像したらいいんですね。展開して、ここ何やったらこんな式になるかなって考えると、まずここに117が必要ですよね。そしたら 33×117 が登場する。で、その次ここ符号がマイナスや、ここはマイナスですね。で、展開を想像すると、これあと17があればいいから17になる。っていう風になりますよね。で、これがもし分かりにくい人はね、これが AB-AC だと思ってください。そしたらね、これ A でくくったらどうなりますかっていうと、A カッコ B-C になりますよね。それと一緒だよと。それが数字になっただけだよと。ね、33カッコのこれ引くこれだよっていうことです。そしたらね、この中身見てください。117-17 ってどうなりますか？これ100になりますよね。ほんならこれすごい計算楽ですよね。 33×100、 これ0 2つつけたりだけやから3300になって、計算終了とね。それぞれ計算して引き算するより絶対こっちの方がはるかに楽ですよね。暗算でもできそうやしとね。だからぜひぜひこのやり方をマスターしようというところです。で、もう一個の因数分解は、この2乗引く2乗の因数分解もよく出てきます。この2乗引く2乗はどういう風に因数分解できるんでしたっけっていうと、これは A プラス B と A 引く B にできたんですね。この辺がややこしい人はね、因数分解の基礎知識の動画をもう一度見直してみてください。じゃあこれを、実際にね、数の計算にも応用するときどうするかっていうと、こういう感じであるんですね。67の2乗引く33の2乗。これ67も2乗するのとか嫌ですよね。332乗するのめんどくさいですよね。でも、あ、これ2乗引く2乗やんって気づければ、これは、あ、2乗引く2乗ということは、67足す33と67引く33にできるなって思うんですね。というのも、もし見にくければね、もうほんまにさっき書いたこの公式です。これと全く一緒なんです。ここが A で、ここが B になったと。ね。だから A 足す B、カッコカッコの A 引く B ですよね。それと一緒だよと。ね。これ足す、これ引く、これ引く、これでいいんだと。じゃあ67足す33ってどうなりますか？これ計算したら100になりますね。そして67引く33、これ計算したらどうなりますか？これは34ですよね。ほんなら 100×34 で、これは3400になると。ね。やっぱりこれも計算楽ですよね。なんなら暗算でもできちゃう人もいるかもしれないです。だからね、これをぜひマスターしようというところです。ではでは実際に問題見ていきましょう。ね。27×43 プラス 27×57。これは、ここを見た時点で、はぁって思うんですね。あ、同じや。ね。だからこれ、くくれるじゃんと思って、27をくくると。で、展開を想像して何があったらこの式になるかなと考えると、ここに43が必要です。そしてここがプラスやがプラス、そして57がありますよね。これやったら展開してちゃんとこの式になりますとね。で、その次この括弧の中を見ると、おっと、43足す57、これは計算楽ちんやなと。だって43足す57って何もなりますか？100ですよね。だからこの式は 27×100 になると。で、あとは計算したら27に0 2つつけて2700になるっていう流れですね。OK でしょうか。では、2番も見ていきましょう。2番もね、これは、あ、2乗引く2乗やっても思えるかどうか、それだけですね。もうまさにこの2乗引く2乗は、A 足す B、A 引く B にするのと一緒で、これも2乗引く2乗っていうことで、数字でも一緒です。98プラス2と98マイナス2にするってなるんですね。で、98足す2は何ぼですか？これは100になりますよね。で、98引く2は、これは96。
になりますよね。だから 100×96 で9600になって計算が終了すると。これ絶対楽ですよね。はい、ということでね、ここでは因数分解の数の計算の利用のね、やり方を見ていきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。もしね、理解できなかったよとかね、疑問点があるよっていう人はね、遠慮なくご質問ください。そしてね、もし理解できた方はね、ぜひぜひ類題して身につけていってください。ね、心より応援しております。